はい、皆さんこんにちは、ケンです。今日もチャリソー DX メラキシをやっていきたいと思います。今日はですね、やりたいのがグラントプリックスっていうところですね、運動 GP っていうところのイベントの、部分をやっていきたいと思います。実はですね、この動画を撮る前にもう10回ぐらい練習しました。その10回の中でですね、一番高い距離、一番長い距離は3002メートルでした。ランキング8506位。でです、平均的にすると、まあ、1500メートルぐらいが走る距離なのかな。で今回ですね、ちょっとできるだけ3002を突破してみたいと思います。でですね、余裕があればもう少し、なぜ台湾人の私が日本語で、ゲーム実況をやってるかっていうところも進めていければと思います。では、早速始めましょう。GO!まずですね、グランドプリックスというイベントなんですけど、走るルートですね、いろんなルートが出ますんで、早速しまいました。早いよ、ちょっと10回練習したのに早いよ。ですね、もう1回話します。今回のグラントプリックスは、走る内容は、毎回違うところで自動的に組み合わせて、出てきます。なので、ここまで走ったら次はこれ出てくるっていう決まりはありません。そのためですね、気をつけて集中して、先を見ておかないと結構危険な状況に陥ります。そしてですね、10回練習した中で、感想はですね、コツがありまして、主に2つコツを感じてます。まあ、本当にその2つを実際テストしていただければわかると思いますので、やばい、ここは一番難しいと思いましたよ。このところの、ワンジャンプかツージャンプか難しいですよね。そしてね、コツの1個目ですね。ジャンプを無駄にしないと。無駄にジャンプしないと。とか、私、日本語かな？無駄にジャンプしない。合計最大ですね、3ジャンプできるんですよ。3連続ジャンプ。できるんですけど、結構こう、反射神経的に危険を回避したい反射神経が働いて、結局、いつも2ジャンプ、3ジャンプしてしまうんですよね。ジャンプが多くすると、もちろん近く飛べるんですけど、着地が見えなくなるんで、着地が見えなくなって死んでしまう場合が多くなってくるんですよ。なので、ワンジャンプでできるところは、ツージャンプをしないと。ツージャンプできるところは、3ジャンプをしないと。というところが非常に大事になってきます。ああ、まだ死んだ。そういうところですね。まさにその例の一つです。危険を感知してしまうと、余計にジャンプしてしまう。という不正は私についてます。残念ながら。はい、ちょっと頑張って、クリアは無理ですけど、3000m は超えていきたいですね。おお、また死んだ。早いよ、ちょっとこの動画やばいよ。早いよ、死んでしまった。ちょっと簡単に説明します。なぜ台湾の私が日本語で実況しているかっていう話ですね。私、台湾出身で、もともと2004年、2006年まで台湾にいました。台湾の大学を卒業して、日本に留学しに来ました、最初は。で、その後日本で働いて、合計日本に8年間滞在しました。そのためですね、日本語が話せますので、こういうふうに日本語でゲームの実況ができます。ちょっとなぜ、日本語を選んだか、なぜゲーム実況をするかというところをまたちょっと次回の説明にさせていただきたいと思います。危ないよ。このところが一番危ないね。うわー、このところが一番危ないよ。こう距離感がつかめないときに、距離感というか上下の高度差がつかめないときに一番危ないです。一番危険です。よし、ちょっと最後の1回集中して、やりたいと思います。ちょっとあまり余計なことを喋らずに集中してやります。真顔で真剣勝負していきたいと思います。はい、ジャンプ。
はい、ジャンプ。はい、飛んで、OK。ちょっと、ジャンプが必要。ちょっとワンジャンプでいければ大丈夫。ちょっとワンジャンプでいく。ここはツージャンプ。OK。ここも、ここスリージャンプは、遅かった。スリージャンプできなかった。ごめんなさい、泣き泣きの最後の一回、させてください。ゴー。よし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 。ゴーゴーゴー。はい、ワンジャンプ。はい、ワンジャンプ。頑張ってくれよー。死なないでくれよー。ここはノーチャンスできるかな？さあ、ワンジャンプ。で、戻すのコツがありまして、まあ、さっき、伝えたように無駄にジャンプしないことと、戻ってありまして、それは、ゲームやってると、結構、目が、自転車の方に集中しやすいんですよね。実は右の方もちょいちょい見といた方がどういう道が出てくるかが寄ってくるかっていうところがわかりますので、走ってる時にちょっと自転車だけじゃなくて右の方もちょっと見といた方がいいですね。いやー、2000歳超えないのはちょっと悔しすぎる。もう一回こういう風にですね、ゲームにハマっていくんですよね。よし、ジャンプ。はい。よし。3ジャンプ、1ジャンプ、ここはジャンプなしでいけるよね。2ジャンプ、はい、4ジャンプ、5ジャンプ、やばい。ここね、ここね、やっぱり飛んでしまうと下見えないからね。とりあえず今日はここまで、してください。また次回3000メートルを突破して、やってみたいと思います。よろしくお願いします。今日は失礼します。